旧ガーデンズはイギリスの首都ロンドン南西部の旧にある王立植物園、旧植物園などとも呼ばれる。1759年に宮殿併設の庭園として始まり、今では世界で最も有名な植物園として膨大な資料を有している。2003年にユネスコ世界遺産に登録された新種の発見などに貢献している。植物園は ロンドンの中心部から南西に位置するリッチモンドと旧の中間に設けられている。今や公園ではなく大規模な研究施設である。古くからカーティス・ボタニカル・マガジンを出版している。1948年から2012年9月に渡る歳月をかけて熱帯東アフリカの植物史を編纂した。ウガンダ・ケニア・タンザニア3カ国の植生を網羅した。 この事業は12,100種を収録263巻という大ボリュームである。キューガーデンは植物に関する情報を Web で公開し、普及に努めている。東南アジアについて、来電植物園と情報を共有するなど、ネットワーク自体の拡大も推進している。他の国際的研究機関とも協力して、世界的な植物史の完成を目指す。 さらに、種子銀行としてのミレニアムシードバンクプロジェクトを主導する。過去には、サージョゼフ・バンクスや、サージョセフ・ダルトン・フッカーなどが園長を務めた。園内には、歴史的建造物が点在し、四棟がイギリス指定建造物一級に指定されている。キューガーデンズの歴史は、テュークスベリーのケープル教が熱帯植物を集めた庭を作ったことに始まる。 その後この庭は、ジョージ2世の長男、フレデリック皇太子の未亡人である、オーガスタヒによって拡張され、ウィリアム・チェンバーズの設計による建築物が何棟か建てられた。そのうちの一つである1761年建造の中国のパゴダは今日も残されている。ジョージ3世は、ウィリアム・エイトンやサージョゼフ・バンクスに命じて、さらに庭園の植物を豊かなものにさせた。 救急パークは1802年に廃止され、1781年にジョージ3世は隣接するダッチハウスを買い上げて王室の子供たちを育てる施設とした。この建物は現在救急殿として残されている。1840年に庭園は国立の植物園と改祖された。ウィリアム・ジャクソン・フッカーの指揮の下で植物園は30ヘクタールにまで拡張され、 さらに後の改修で、現在の120ヘクタールの敷地が完成した。王子の旧王立植物園は、世界各地から資源植物を集め、品種改良などを行う場でもあった。海藻同年より始まったローランドヒルの郵便を利用して、イギリス植民地内の各植物園と情報交換などを行った。そして、育成条件の合致する植民地に移植して、 プランテーションでの大量生産を図った。以下は移植例。ガーデン海藻の時期に下流ゴム製法が生まれ、そこへ海底ケーブル絶縁体としての特需が来て、南米のゴムの木を傷つけすぎにより越しさせていたが、南米諸国の目を盗んで移植したゴムは十分な供給量を確保した。植物園には1980年に日本への会から送られた。 マサキ系の八重桜53本が植樹されている。また1993年には多くのマサキ系の八重桜を生み出したアサリマサトシから58品種の桜がウィンザー大公園と共に送られて植樹され、このうち56品種が活着している。そして、旧ガーデンやウィンザー大公園が起点となって、これらの桜がイギリス各地に広まっている。 これらの品種のうちベニータカや、リュウウンインベニアイザクラなど19品種は、王立園芸協会のガーデンメリット賞に選ばれている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。旧ガーデンのパノラマ。ありがとうございます。